駅メニア品川店駅メ屋アは、京浜急行電鉄の子会社である京急、ロイヤルフーズ株式会社が、京急線の駅中で運営する立ち食いそば、うどん店である。京急グループの流通事業再編により、駅メ屋とドトールコーヒーショップの FC 店を運営してきた。京急フードサービス株式会社、ビドフランスとドトールコーヒーショップの FC 店を運営してきた。 株式会社京急エルベフーズの2社が2019年4月1日付で京急ロイヤルフーズ株式会社2にに吸収合併され京急グループの外食事業が1社に統合された京浜急行電鉄の駅そば店の屋号は一部を除き駅面屋に統一されている特殊な店舗として午後から駅間酒場と銘打った立ち飲み屋になる小金町駅店 駅麺茶屋の屋号でスイーツメニューやドリンクバーを追加した三崎口駅店、チャオチャオ餃子とのダブルネームだった YRP のび店がある。運営業者は以前は各店舗により異なっていたが、2015年10月1日に運営業者を統一し、全店で生麺に切り替えて麺と出汁の改良を行った。 品川店と京急川崎店では京急本線の大晦日から元旦までの終夜運転区間にあたるため年末年始の12月31日と1月1日は営業時間が変更され鉄道と同じく終夜営業を行うそのため1月1日は日没前に営業終了する駅そばで終夜営業を行うのは全国的に見ても珍しい駅面や 京急鶴見駅店、ありがとうございます。